私はね、これこそ大事だと思ってる問題があるのよ、うん、それはあの虎ノ門でも喋ったけど、中国の警察の問題、あ、中国の警察の施設がなんと千代田区神田和泉町にあったっていう話、はいはいはい、うちの事務所の近くですね、で、はい、あったでしょ、はい、あれね、全然マスコミ取り上げなくて、はい、まあ、私もちょっと見たら、まあ、週刊新潮さんが、はい、まあ、例の松下新平参院議員の話、はい、で、まあ、書いてらっしゃるようだけど、はい、まあ、これは新潮さんにお任せするとして、私がざっと見てる限りではね、あの NHK のね、海外ニュースで、今から1週間2週間ぐらい前かな、にこういう問題がありますっていうことはやったのよ、うん、それは私も見たの、確認したの、ところがそこにはね、日本にもありましたっていう話は一言もないのね、なるほどね、で多分それは見落としてたのか、まあ、BBC の報道をそのままなぞっただけだったから、日本っていう話が出てこなかったのかもしれないけど、実は今世界ではとんでもない話になってて、はいはい、この話、はい、もうそのもともと問題に火をつけたスペインの NGO はですね、の調べではですね、14カ国、まあ、例えばもう思いつくまま言えばオーストリアとかスペインとかオランダとかアメリカとかカナダとかイギリスとかね、ドイツもそうだけど、こういうところがもうみんなこれ大問題だ、はいはい、これはもう我が国の国内法をまるで無視して違反、主権侵害ですか、主権侵害であると、で直ちにこれは説明すべきだし、うん、求めるし、いやもう説明どころじゃない、オランダところはもう直ちにシャットダウン閉鎖しろと、うん、っていうふうに言ってるところもあって、はいはい、要するに海外ではこれ大問題になりつつあるんですよ、うんうんうん、日本では全然ほっかむりじゃない、はい、このマスコミでこの新聞の皆さんも官房長官会見で質問ぐらいすればいいのに誰も聞かない、うんうん、そうですね、官房長官会見でこれ本当に質問すべきような話ですよね、全くそうだよ、ですよね、これこの問題は、いや、しかもこの警察はだって人権弾圧に相当手を貸してるわけよ、だって反体制活動家とかね、はいはい、そうですね、そういう人たちの摘発にこれ使ってるわけだから、だから人権言ってる東京新聞とか朝日新聞なんかさ、もう真っ先にやらなきゃいけない、官房長官これどうなってますかって聞けばいいじゃん、望月磯子は聞いてんじゃないですか、やっぱり人権に一番敏感な、そうだね、望月さんどうなってるの、ね、どうなってるのかね、まあ最近あんまり記事書いてないみたいですけどね、あの人もともとあんまり記事書かないもともと記事この問題ちょっと大事だと思わない、これ大事だって、もうだってさ、これは本当にそうだと思いますよね、主権侵害されてるってこと自体問題だし、そうそう、しかもその中国の魔の手がですよ、どうもこの永田町にまで、しかも舐められてるよね、舐められてる、でこれ大使館の中に相当あるんだったら、うん、まだしも、うん、出先を作ってやってるっていうね、これはね、だから中国のその魔の手が相当ね、いろんなところにね、忍び寄ってるってことが明らかだよね。メディアって結構そういうのないですか、須賀さん。メディア。メディアは、まあ、もともと左巻きが多いから、はい、忍び寄る前からこっちからすり寄ってる人も、こっちからすり寄ってる人たちも、まあ、相当いるでしょう。それは身が深いです。本当になんか闇鍋ジャーナルって名前の通りになりました。だからね、この番組が存在する意義がいろいろ出てきましたよね。なるほどね。やっぱり新聞とかテレビが報じないと言ってるんですかね。そのあたりを深掘りしていこうというところで、ですからね、今度は中国の警察に目をつけられるかもしれないんで、場所を変えようかなって。転々として。なんで俺たちが変えなきゃいけないんだっていう。いやもう私はもう相当ね、目つけられてるんじゃないかなと思うのね、もうすでにこの虎ノ門自体から、うん、しかも長谷川さん裏を全部知ってる、おられるというのはね、まあ、そろそろちょっと香港に上海街に食いに行こうかなと思ったけどできないんで、もう香港は無理です、香港無理ですか、香港無理ですよ、上海街に食いたいな、あの濃厚なね、カニ味噌好きですよ、上海街に、もう私あんまりね、ああいうの好きじゃない、好きじゃないですか、うん、この時期だけど、どういう中華料理好きですか、井上さん、どういうの好き、私中華好きよ、中華行ったもんね、中華大好き、西麻布の、あ、西麻布、西麻布、中華は全部美味しいですよね、別に、だから僕はだからダメだよ、いられば炒めとかそういうこと言ってんじゃないからね中華に恨みないです、中華に恨みない、恨みないです、はい、中華料理には恨みがないけども、はい、習近平には恨みがある、別に恨みはないけど、金平さんに、恨みはないけど、まあ私はちょっとね、この頃むしろ心配してる、先行きを、先行きを、習近平さんの先行きをね、成り代わってね、
大丈夫かなとちょっとね、むしろ心配。だって足元がものすごく今揺らいでるでしょ、うん、だってほら、ですです例のね、うん、作りかけのマンションが中断しちゃってる問題もあるし、うん、それからゼロコロナ、うん、あれもほら大変ですよね。中国はさ、ファイザーモデルナないから、はいはいね、もうファイザーモデルナ買えばいいのに、ファイザーモデルナ買わないでしょ。だから中国は中国製でしょ。だから効かないじゃない。でもさ聞かないけど、そうやったら心配です。だってね、この間大阪市の担当者が聞いてたら、うん、コロナ前に、だからインバウンド、中国人観光客がコロナ前の約8割ぐらい戻ってきてるんですって、うん、数が、日本に観光。そう？秋葉原事務所じゃないですか、私なんか、うんうん、もうさ、中国人観光客一目瞭然、うん、なんですか、キャスター付きのバッグを、はい、あれに日向から夜まで持って、あれ、うん、あれカバンだから、うん、買ったものがあそこに入れていくから、うん、それに収まりきれなくなって、うん、山ほど荷物持ってると大体中国人、観光客増えてきます。それはさ、でも中国今パスポート規制してるからね、観光では、観光目的では行けないはずなんだよね。何人しに来てるの、どういう人たちが来てるの。いや、私が聞いてるのは、うん、もうとにかくみんな脱出したいからね、うん、要するにほら、お金持ちはとりわけもう今ヨルトサルとどうやってこの国脱出するかと、自分はもう脱出してる場合は親兄弟をどうやって海外に逃がすかと、もうこの話で持ち切りなんだけど、その時に出ている彼らの結論は何かというと、偽造ですよ。偽造、偽造ね、偽造。これはもう彼らのお箱だから、お箱だから、もうお箱です。まあ偽造ね、池袋でも売ってますけどね。もう偽造はすごいよね。本当ですか。北口の方で。北口で。北口で。新宿じゃないの。いや、今池袋の方に住んでます。池袋の方。池袋。ええ、私新宿の大久保周辺だったかな、あの辺でタクシー拾った時に、ちょっと待ってください、うん、大久保周辺に何しに行ったんですか。たまたまね、なんか用事があって。たまたまなんかの用事があって。たまたまマッサージ。いや全然ちょっと突っ込まないで。たまにはね、行くこともたまにだって言うから、ね、1回だけだよ、1回だけ、その1回だけ。そしたら運転手さんがね、もう即ね、私に話しかけてて、お客さん、クレジットカード買わないって言うね。あ、何、どういうことって言ったらね、クレジットカード何でもあるよって、ゴールドもあるし、何だったらブラックもあるよって言ってね、あ、それって いくらで買ってくれっていう話って言ったら、100万円でどうとか言うわけ、99万円まで使っていいよとか言って、でも100万円まで使っちゃったらダメよと、絶対バレるから。95万円までは大丈夫ってわけね。大丈夫で、いうわけ。それで、見せてくれたわけ。運転手さんが、これ好きなのあるよと。ほら、普通のもあるし、シルバーもあるし、うん、ゴールドもあるし、ブラックもあると。ブラックはこれ100万円。だから99万で使えるからって言って。運転手さんが、それどこで作ったの、手に入れたのって言ったら、そことか言って。それだからね、偽造、スキミング。でね、どこでスキミングやられちゃった、どこでスキミングって聞いたらね、うん、ほら昔知ってる万博あったでしょ、上海万博、はいはい、あそこに日本人がいっぱい来たわけよ、お客さんがって、うん、その時みんな買い物を土産物で買うじゃないですか、万博会場の近くで、万博会場の近くに作っていた土産物屋さんは全部スキミングのための土産物屋さんなのよおもうねいや、もう闇が深い。だから偽造は偽造、お手のものなんで、ましてや紙のものの偽造なんて、もうこれはもうね、